よし、暑いよ。すっきりしてじゃないか。どうしたの？ビットコインがだだ下がりしてるからってなんかあったの？いやいや全く関係ないね、その話は。ね、全く関係ないね。びっくりしちゃった今。俺のコインチェック総資産がマイナス 14% だけどどうしたの？いやいや全然関係ない。でもそれをね、気持ちを上げてくれるような今日は、うん、おお、アッパーな、アッパーな、もうガツンとね、アッパーなやつを、アッパーなテンションのシチュエーション。そうなんかちょっとイラッとしたな今の今日はお待たせしましたと言ってもいいでしょう。おいや、ついに、ま、待ってたのものをね届けに来たから。あ、そうなの。うん、ついにって感じ。ハトの駆除セット。え、違う違う、それは前やったじゃん。もうやだよ俺やなんだけど、もう今お風呂入ったばっかじゃん。また汗だくじゃん。前回さ、どん兵衛やったじゃん、うん、その時にやっぱり辛いものがいいっていうさ。じゃあ美味しくなかったってだけだから別に辛いものがいいわけじゃない。美味しいのがいい。これあれ言ってなかった辛いものがいいみたいな。あれだったらこっちの方がマシって言った、うん、でしょ、うん、そうだから持ってきてほしいのかなと思って待ってたらさ、全然出てきたのよ。すぐ出てくるな。すぐ出てきた、ね、新しいの、ね、もうちょっとかなと思ったらすぐ出てきた。ペヤング焼きそば極激辛タンタン、うん、泣けるほど辛みが強いので、小さなお子様や辛みが苦手の方の普通食には十分ご注意ください、うん、やめた方がいいよ俺苦手だし、うん、まあ、ここにも部類されるよ。もう俺は小さなお子様の方も。いえ、もう立派な成人や。炭水化物 56.4g ないよこれ。もうおにぎり5個ぐらい食えるやん。だからもうしょうがないじゃん。だってこの量でだよ。だってツイッターで出ましたよってリップ来たんだからしょうがないじゃん。リップすな誰だだから俺も任せてってこうリップ編したけど、うん、リップすな絶対に逆ちょ、もうお湯沸かしてあるからね。忘れてた今この3分で忘れてた3分でめっちゃ忘れてたわ。ダメだってマジで怖い。見てこれ、もうね、なんかさドロドロだよ。なんかいや今回のねソース結構ドロドロしてた。何系の辛さなんだろう。タンタンだからさ、うん、いつもだカレーだったり、うんうんうん、なんだっけ、な何系だっけ、いつもいつもカレーとか普通に結構2個あんだ。いらねえ、一応さなんか、まあ、ミスった時用じゃん。そうそう、ミスった時用に一応さ今日頼みの角の卵ないからね。まあでもついついさ、うん、忘れた頃に食べたくなるのがこれやん。いや怖え、マジで本当に怖いよねこれ。分かる。一口目いつもそう、恐怖でしかないからこれ。ちょっと水用意しとこう半分ね俺にダメージ来すぎだろいや明日持ってっても、え、まあ別にもう一個あるから明日別に食べさせてもいいんだけどね。いただきます。はい終わりだ。え？この動画終わりです。やばい。どう？いつも今まで経験してきたじゃん。いろんなものを。いやなんか、うん、一番きついってわけじゃないの。うんうんうん。ジャンル的にきついんだと思う。え？辛さの。結構やばい。もうお腹痛いもん。なんだ？なんかむせる。喉痛い。なんかいつもさ唇とかさ、ああこの辺痛いじゃん。痛い痛い痛い。喉痛い。え、なんかタンタンだから山椒とか入ってんのかな。そりゃじゃないの。いや、わかんない辛さの原因がなんかできない。じゃあ一口食べてみて、本当に、ちょっと食べてみて。いただきますかも俺。あ、わかる。喉にくる。喉だね。だこれ喉系だね。だこれ。痛えな。ちょっと無理かもしんない。
無理かもしれない。これやばいわ。なんかさ、うん、今までのやつってテンションが上がる辛みだったじゃん、うん、これただダウナー系だね。これね、辛みとアッパー系じゃなくて、アッパー系じゃなくてね、ダウナー系の辛み。全然全然楽しくないで。楽しくないね。ちょっと尺も尺だから、うん、ジローには選択肢が2個あって、うん、もう1個あるわけよ、うん、実際で、うん、明日集合するじゃん、うん、ジョージ食べさせたいか食べさせたいか。そうしよう。俺には無理だ。明日もう一回、うん、ジョージに、うん、プレゼントしよう。明日なんかあるんだっけ。明日さ、あれ撮影とサブチャ撮りがあるじゃん。ああ、オッケーオッケー。うん、その時にさ、あげようよ。あげよう、うん、それで尺持たせよう。そうしよう。ちょっとさすがに卵も買ってきて、ああ、ちゃんと完食しよう。それはそうしよう、うん、これちょっと今ちょっとごめんなさい、不調だわ。うん、じゃあ明日。明日も食べんのかよ。はい、はい、いやいや、昨日の続きですね。昨日の続き、昨日の続きです。うん、昨日の続きです。もうパパってやっちゃいましょう。何、昨日の続きって。よいしょ、はい、はい、どう、はあ、出たわ。いらねえよ、だから。え、俺もそう思ってる。お前もなんだ。昨日、俺と文高でチャレンジして、うん、ちょっとあまりにも無理だったもんで、うん、無理だ、お前巻き込むことにしたわ。無理だろ、あの一口一口でギブ。あ、もうマジそんなレベル。なんかね、昨日ねテンション上がんなかったっていう。言うても俺よりは強いじゃん。いやいやいや、なんかね、これね、これダウナー系なの、辛さが。何ダウナー系の。あ、もうテンション下がっちゃう。マジで下がった。アッパー系じゃなくて、アッパー系じゃなくて。おい、ダウナー系の辛さなの。おい、カレーとか僕からはアッパー系だったじゃん、うん、うん、まあ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 、こっちダウナー系。あ、でも2人とも無理だったわ。辛っ、なんか、うん、で、その後テンション下がって帰ってってテンション下がって帰って、テンション下がって寝たもん俺。そんなか。ダウナー系。ごめん、帰るわ、うん、お疲れ。一口で。まあまあ、じゃあだから、まあ、まあ、まあ、これもね、用意したから。まあまあ、まあ、そう、昨日なかったのよ、これが。そう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 、その時点で絶望したよね、俺が。無理で、ちょっと用意するから、じゃあちゃんとハーフにして、エラーお願いします。切れて帰るかも。切れて帰るかも。ええて、もう、はい、エマジん、来ました。ああ、俺も昨日食ってるからよ。いや、余裕感あんねん、やっぱり。もう、あ、ごめん。ああいや、もう死ぬほどやばい。いや、だからもう本当ダウナー系だから。ダウナー系って呼んでんの、これも。むずいっしょ。むずいな、ちょっと概念が。お茶取っていくんだ。淡々だからね。うん、ちょっとね、辛みがいつもと違うな。違うな。すぐ出してくれたからさ、新しいのをさ、ピアガルさんが、うわっ、匂いすごっ。なんかもうさ、うめえの出せよって何回言ってんだよな。だからさ、完全にさ、うん、味しめてるよな。うん、お茶食っとるよ、こっちよ。ビビるよお前、ほんとね。俺マジで辛いの苦手だからな。だってもうこいつカレー甘口派だよ。そうだよ。聞いたことある。俺ココイチで甘口ポークソースそんなやつだ。うわっ、匂いすげえな、これマジで。もう俺ほんとこんだけだよ、もう量。もうこんだけ、うん、こんだけだよ、たったこれだけ。ほんとだったらもうね、ぶん投げて捨てたいもんね、俺も。いろいろ各方面には申し訳ないけど、ぶん投げて捨てたいです。まずは素材の味を、うん、楽しみな、うん、俺昨日楽しんだからよ。どうすんの俺、もう YouTube 復帰しないかも。ダウン入りすぎて、ダウン入りすぎて、バット入ってみたいな。いただきます。はい。そうなのよ。そうなんよ。同じなんよ。わかるよ、わかるよ。その気持ちわかる。うわ早い早いやばいやばい。わかるよ、わかるよ、その気持ち。うわ、なんか喉にくるよね、これ。なんか淡々だからかわかんないけど、うん、マジ咳込むんだよね。うん、むせるよ、これ。むせる。まあでも俺ら昨日食ってるからさ、うん、卵とかマヨネーズ使っちゃったよ。卵2個。はい、うわ、マジ辛い。リアクションまでやん。リ
リアクション丸を。うわリアクション面白さん認定するわお前。ポーク甘口ぞポークの甘口見たことないない俺もう大人になって甘いんだろう甘いやつちょっと前もいい。ああ前ももちろんもちろん。じゃあ昨日のねやっぱり悔しい思いから。えなんかさ前回のよりすごくない。なんかね辛さのあれが違うんだよベクトルが。うんいただきます。はい。コーヒー買ってきて。俺もダメか。あ、俺コーラかざして、かざして。俺ゼロコーラゼロコーラとブラック。ダメか、今日もダメなのか。しかし諦めを感じる。これちょっと、いや、あ、もちろん進化版。はい。あー、ダメかも、俺マジダメだ、ダウナー。あてからもう一回行きたい。これあかんやつやな。もっとかけた方がいいよ。もうハーフだから。あ、あああいつ汗かけやからもう終わった。頭皮。毛穴全部から汗出るぞ。辛いものにはコーヒーがいいらしいです。やばい、星が見えて今。近く近く。近く近く。やばい、近く近く近く。なんか変なの入ってんじゃないこれもう。ストカンみたいなさ感じでさ、うん、なんかダメなやつ入ってんじゃない。ダメだこれ。これなんか見たこと感じたことのない景色だよなんかもう全然面白くないな。なんかさ初めてグランドキャニオン見た時の衝撃、うん、すげえ危ねえ。おいおいねえダウナー系なんや、うん、これダウナー系テンション下がるんや。すいません、なんで嫌い。一回着替えるっていう過程すら入ったよ。タラさん飲む時は用心しろってちっちゃい時から教わっただろ。確かに。なんでお前気をつけなかった。いや、これに気使っちゃってでもちょっと待って。じゃあでもいけるいける。うん、ちょっと我慢すればいけるわ、うん、お前はなしでいくの。何言ってんだ、焦んなって。びっくりしちゃっただけこんな贅沢に卵を使うことないからね。ないよまあ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 いける人形みたいになってるこいつ。カタカタする人形みたいになってる。いけるだろう。うん、マヨネーズ全く意味ねえな。素晴らしい言って今なんかさ汗が止まらん感じね。テンション下がっちゃってんじゃん。これダウナー系だわ。これね、ダウナー系なのよ。これ卵とマヨネーズなかったら無理だったでしょ、多分。ちょ気持ち悪いんだよ、胃が。全然面白くないんだよね、これ。そうなんだよ。ちょっとね。いや、マジで、マジで。いや、あと一口ずついったら終わりなんじゃ。いや、それは頼むよ。分け合いじゃん。そう。頼むよ。痛さ、俺分け合いでいいから。もうちょいいける、もうちょいいける。もうちょいいける。もうちょい辛いの。お願い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 。あ、落とすな落とすなよ。それでいい、行こう。落とすなよ、落とすな。俺の絶対多いから無理だ。これもお前と同じ量にしちゃおう。やべ、マジでやべ。めっこいつだな。うん、こいつだな。
無理だ、もうペヤングさん、この声が届くかどうかわからないけどもそろそろうまいから逃げないでもらっていいですかペヤングさん、もううまいから逃げんの終わってもいいんじゃない。辛いの逃げてうまいから逃げるな。これはもう俺から言いたい。ダウナーだわこれ、うん、もう、うん、うまいもん作ろう。辛いのはもう、辛い技術は分かった、うまい技術待ってます。辛っ、ゲップが辛いね。うえ、韓国の人辛いのさ得意じゃん。うん、いけんのかなこれ。いや無理だな、違う辛さじゃないこれ。頼む、もうやめて、もうやめよう、もうやめよう、こういうの今日最終回今日最終回、今日最終回、辛いの最終回、最終回。おい、ペヤング、ペヤングさんが決めることちゃんとやってくれよ。次に出る商品楽しみにしてもらって。塩焼きそばだよね、塩焼きそばだよ、次は、うまい、うまい、ね、海鮮の出汁が効いた塩焼きそば、うまいから逃げないよペヤングは。期待してるもん、そう信じてる。ということで今日はお疲れ様でした、以上です。さよなら。俺帰って寝るわ。俺も帰って寝よう